ください。 iPad でやるとテロップ打つの難しい。メイク10できた。メイクします。 iPad でねテロップ打つと絶対ね1回じゃ無理。大丈夫かな。ガラスのあれだよ。ちょっと待って。これで大丈夫なはず。カバーを取ったではメイクします。もう見ての通り保湿はたっぷりしてきました。ツヤツヤどうですか。聞こえる？保湿バッチリ実家に来た時はあんまりメイク道具持ってこないので家にあるやつ使うんですけど、これは BB クリーム、ファンデーションは持ってきてないんだけど家にあるこういう下地系を何年前のだろう。適当に塗ります。何年前の本当にこれやばそう。コロナ禍中とかに買ったやつな気がする。もう雑です雑。もう基本私は適当にやります。お仕事の日はちゃんとやるけど、これ仕事じゃないっていうか、プライベートとか家にいる日とかリハとか基本メイクしないけど、まあ仕事じゃないけどメイクするかって時は本当に適当にやるから本当に早い。でこういうところにコンシーラー塗って、ニキビの後にも塗って。コンシーラーはこちら、なんか最近流行ってるやつ。なんかねコンシーラー新しいの欲しいなと思って調べてたら、これがなんかディオール並みにいいみたいな書いてあって、えっと思って。ディオールのコンシーラーってめっちゃいいって有名だけど、ディオールの数分の1の値段でディオール並みにいいって買ってみようって思ったんですけど、こういうリキッドの方とこういうなんかマットな方2種類あって使い分けられるし、結構中身がいっぱい入ってる気がする。コンシーラーはね大事。そしたらちっちゃいの買った、ローラ・メルシエの本当は3のお粉を買おうと思った。ずっと欲しくて買おうと思ってたんですけど、買いに行ったらなんかローラ・メルシエのクリスマスのなんかセットが売ってて、このパフパフとアイシャドウとこれとあとそうメイク下地あって全部ちっちゃいサイズで、私ちっちゃいサイズのパフパフがいいんですよ、持ち運ぶから。だからめっちゃいいと思って買って、下地も超いいんです。すごい保湿される系の下地で超良くてお気に入り。このパフパフも、まあ、ちっちゃくてちょっと使いづらいけど、でも持ち運ぶから便利だけど、3のパフパフも買いたい。そして続いて眉毛はこれはこういうやつ、あ、こういうやつ、なんかペンシルでもいいんですけど、なんかこれペンシルずっとペンシルでやってきたけど、いつからかこれになった。眉毛はまあ超大事だから、仕事の時は超じっくり描くけど、こういう時はもう適当です。元ある眉毛にの足りないところに描くぐらいの、本当に適当だけど眉毛って超大事だと思う。まあ適当です今日は。そして眉マスカラは結構明るめを使っちゃってます私は。結構髪の色に合ってない全然合ってないのを使ってます。でこちらは、これはセザンヌ、こういうすごい薄い色でつくんで、これは眉毛の足りないところを描いたりとか、あとこう涙袋をこうなぞったりして濃くしてます。私は右目と左目が全然違くて、こっちは涙袋がちゃんとあるんですけど、こっちはサイズも違うし薄いので線が、私二重になっちゃうので、結構右目にこれで左目と同じような線を描くことが多いです。描いたらぼかしてなるべくナチュラルに。でもこれをするかしないかで私的には全然違うもうこれでもベースは OK。 あとはアイメイクしたら、アイシャドウはもうずっとオレンジ系ですね。まずラメを全体的にのせて、手でやることが多いかも。で濃いめのオレンジをここに二重の中、まあでも手じゃなくてブラシの方がいいのかな。でもさブラシってさ、ここの部位はこの色って決めなきゃいけないのが私向いてないんですよね。ブラシでやるか。でなんか私下のこの涙袋とかも同じ色でやっちゃうから、結構なんか、まあ私服とかではいいんだけど、衣装の時とかだとなんか目の周りが結構暗くなっちゃうかなっていうのが最近の悩みです。みんなピンクとか明るい系の色で多分やってるから明るいけど、私なんかオレンジ系、オレンジブラウン系でアイシャドウしてるから、下もだからなんかちょっと人より目元が暗いかなって思う時があるけど、それを気にしてるのは自分だけかな。ポン酢が鳴いてます。アイシャドウはこれくらい適当。まあ、ラメライブの時は、ステージの時はここに今は持ってきてないけど黄色系のアイシャドウをのせてます。こことここ、この高いところにのせて、なんかちょっとキラキラするようにと思ってやってるけど、それが効果的なのかはわかりません。ポン酢が泣いてるの。アイシャドウとか手でやるからさ、手が汚れるんですよね。なので一旦ここで手を拭いて、そしたらまつげを上げます。まつげが一番大事。結局まつげが上がってるか上がってないかでメイクしてるかしてないかが分かるくらい、なんかなんていうの、してるように見えるかしてないように見えるかが変わる、私の顔って。頑張ってあげる。松葉は夏とか梅雨の時期は松葉するかな、結構。けどなんか結構まつげが抜けやすいので、私が。なのでまつげをいたわるためにも、まあ、年中しないようにはしてるけど、本当はしたい。楽だから。このまつげを上げる時間がね、省かれるだけでだいぶ。でこちらエレガンスのマスカラ下地、もうこれ塗っちゃえば一生まつげが落ちることはありません。いろんなマスカラ下地をやってきたけど、私はもう圧倒的にこれ、もう何やっても落ちないから、もう最高。どんなに汗かいても泣いても落ちませんけど、まあ、その分丁寧に丁寧に落とさないとまつげが抜ける。でこれを乾かしてる間にアイラインは目尻だけ。プライベートの時はあんまりアイライン引きません。でマスカラはなんとなく買った。なんか見た目が可愛いからこれ買った。初めて使ってる。渦。なんかこれはセパレートになるって書いてあったから、あ、じゃあこれにしようみたいな感じで買ったんだけど、セパレートになるけど結構タバタバになっちゃうから、なんかボリュームっていうより長さなのかな、これ。なんだろう、わかんないけど、私のまつげが少ないのかな、わかんないけど、結構束になってまつげがいっぱいあるようには見えない。長さはあるように見えるんだけど、でもすごい塗りやすくて、下もちょっと塗ってます、最近は。なんかぼやけてる。完成。メイク終わったかな。メイク完成です。まあ、リップは今もちょっと塗ってるけど、オペラかリップモンスター。これはなんかこれ何番だっけ、なんかナチュラルな色です。リップモンスターは本当に落ちないけど、私が唇が結構敏感なのか、ちょっとねたまに荒れちゃう。ピントとかも荒れちゃうから、私はメイク、リップがちょっと難しい。終わった。でも今日まつげいい感じ。15分かかんないくらいか。説明してこれくらいだから、まあ、リアルでやったら10分かかんないぐらいかな。コンサートの時とかはもっとアイラインをちゃんと引いたり、アイシャドウを濃くしたり、チーク塗ったり、アイシャドウ明るいのキラキラつけたりとかやってます。あとはハイライトここら辺に入れたりとかかなぐらいかな。変わることはアイシャドウはピンク系とかはあんまり似合わないだよね、個人的に。あとはキラキラしすぎても似合わないんですよ。マットの方がなんかね、結構似合う似合わないがある。私は何でも似合うようになりたい。なんか久しぶりにメイクした気がする。終わっちゃった。メイク終わり。髪型はなんか頑張ってストレートとか内とかにしても結局外に跳ねちゃうんですよね、私の髪の毛って。カットラインとかもあるのかな。だからもう外ならコテ温めて毛先だけ外にやったら終わるから一瞬なのだけど、ストレートとかうちの時アイロンで全部の毛をこうやってやるからめっちゃ時間かかるけど、外跳ねだと楽ちんです。終わった。でも私が外跳ねよくするっていうのを美容師さんも知ってるから、多分外に跳ねやすいカットラインにしてくれてるんだと思う。あ、発表されましたよね。カフェ実店舗の池袋大阪にてオープン決定。12月2日から12月11日。あ、結構長い。10日間 ?2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。10日間だ。10日間。池袋はライブミクサーカフェコロッケバーガーになりました。コロッケ部の商品こちらです。私のニンニクソースも採用されてる。私の作ったニンニクソースはニンニクおろして油でこう炒めてケチャップとソース入れて、そこにバターとか入れた気がするんだけど、これバターは入ってないっぽい。3つの中から1つ選べるだって。ソースハニーマスタード、明太マヨ、ニンニクおろし。どういうことこれ。なんでさ、ハニーマスタードはハニーマスタードで、明太マヨは明太マヨで、私のソースだけなんかニンニク、ケチャップ、ウスターソースってなんか分けられてんだろうこれ。どういうこと。明太子、マヨネーズってやらないんだ他は。よくわかんないですけど、コロッケバーガーになりました。クラッカーも乗ってる。1100円。まあまあするけど、まあでもお許しください。たこ焼きは4種類のソースだって。美味しそう。いぶりがっこ、新生姜マヨネーズ食べてみたい。いぶりがっこ、新生姜マヨ美味しそう。フェもめっちゃ美味しそうなんだよね。いいな。オムライスは面白い。おもろいオムライス。でもなんかオムライスだけなんかグッズ付きって感じだ。ぜひコロッケ食べ行ってください。これ予約制なんだね。予約ん？予約制なんだって1品から4品頼めるらしい。予約か。フレンチみたいでいいねいいですね。確かにそう考えると。池袋、私も一回「ザ・ショータイム」っていう舞台やった劇場がある建物ですね。多分ミクサライブだからバーガー4つは無理だから行くたび2個ずつ食べます。ありがとう。2個いけるかな。テイクアウトとかできたらいいけど。ぜひにんにくソース食べてください。どういうふうに作ってんだろう、にんにくソース。監修したい、ちゃんと。にんにく絶対加熱してほしいし、チューブのおろしのにんにく使わないでほしい。ちゃんと生のにんにくをカットして加熱して。でケチャップとウスターソース入れてちゃんと煮詰めてバター入れてほしいけど、どうだろう、ちゃんとやってどうやって作ってるんだろう。絶対チューブな気がする。チューブだと匂いがねガツンと残っちゃうからね。てか誰が作るんだろう、わかんない。やだなチューブだったら。私が考えた、あ、マリアちゃんが作りなよ。先にメンバー味見ないの？ないと思う。食べたことないこの完成品を。確かに味見してさ、もっとこうしたいとか要望とか出したかったけど。そういうのないですね。うんね、でも自分たちの名前がついてるの悔しい。鳥が鳴いてる。悔しいの？悔しいでしょ。だって自分たちの名前がついて売り出されるものなんだから、ちゃんと納得いくものにしたいじゃないですか。しかもそれで勝敗とか出たりとか、ファンの皆さんも食べに来てくれるんだ、お金を払って食べに来てくれるんだから、ちゃんと自分たちの納得いくものを作って、それを再現して売ってほしかったですけど、そういうイベントじゃないからしょうがないしょうがないって思うしかない。うん、メンバーたちは店舗にいる予定ありますか？どうだろう、わかんないです。そうだと思ってたけど、そうだと思ってたことがそうだったことが今までないからそうじゃないかもでも行きたいよ、行きたい行きたい。おすすめの味は、私が作ったニンニクソースはおすすめだけど、試作作った時のゆずちゃんが作ったハニーマスタードはめっちゃ美味しかった。コロッケに合うって思って、で明太マヨは当たり前に美味しい。だから何食べてもきっと美味しいし、全部バンズに合う。10日間結構長いよね。だから明日までのこのショールームイベントの結果とその10日間の結果で全部決まるわけだもんね。ニンニクソース想像できないから食べたい。想像できますよ、普通によくある味って感じ。わかんないけど、私が前試作配信で作ったそのにんにく炒めてソースとケチャップ入れてバター入れたやつはナゲットのバーベキューソースの味がしました。本当にびっくりした。これってあれじゃんってなって、某世界的ハンバーガー屋さんのナゲットのバーベキューソースの味がしたけど、でも作り方が違うからどういう味か分かんない。マリアちゃん鳥飼ってんの？飼ってない。群馬なので大自然なので普通に外で鳥がたくさん鳴いてます。足しびれた。足しびれた、右足。いててて。何？今日コロッケを作るんで、夜。コロッケ作る配信夕方しますね。それの買い物いつ行くっていうふうにママが言ってきた。足しびれたー。コロッケ配信は6時ぐらいかな、6時半とかかな。ごめんなさい、本当に全然決めてなくて。コロッケは普通のコロッケとかぼちゃコロッケを作ろうかなって今のところ思ってて、頭の中でどうやって作るか想像してたけど、それだけで絶対美味しい。超楽しみ。作ったら写真撮って載せたいけど、コロッケってさ、どう写真撮ったら映えるんだろうね。で、私がこの群馬に帰ってくる時に東京でお土産買ってきたの。まあお土産という名の自分の食べたいものなんだけど、ずっとね食べたいなって思ってたものを、まあ、お土産という名前で買ってきて、昨日もね家族で食べたんだけど、すごい美味しくて、これコロッケに入れたら絶対美味しいなって感じなので、それを入れてコロッケ作ろうと思います。これは本当にその商品は皆さんにもおすすめしたい。東京で買った。じゃあ別にもったいぶるようなことじゃないけど、そのコロッケ配信で発表します。ケ部3品予約しました。ありがとうございます。皆さんコロッケありがとうございます。そうね、コロッケ部のグループLINEも動いてて、みんなで頑張ろうとかやったりとか、せめて2位目指しましょうみたいなグループLINEが動いてます。でもどの部活も同じ気持ちだよね。ああ、夜のイベントやだやだけど、カップリングとか歌ったりとかしたいけど、うん、お料理選抜っていう名前で活動したいし、カップリング歌ったり歌番組出たりとかしたいし、けどっていう感じ。はあ、まさかね。いやでも私は、自分はお料理選抜だと思ってこれから生きていきます結果がどうだろうと、結果がどうでもどうなっても、自分はお料理で、お料理といえばっていう、お料理といえばマリアでなってきたと思うし、これからもそうである、そうでいられるように、はい、いたいので、自称お料理選抜でやっていきますクックパッドライブもまた楽しみにして、それね終わっちゃったんですよ。ハニハモのパジャパご飯はちゃっかり終わっちゃったんですよね。多分言っていいのか分かんないから多分って言ってるけど、まあ言っていいんだよね。終わっちゃったんですよ。悲しいね。楽しかったあれ。コロッケ作り配信しますか？します。今日夕方からやります。コロッケ作る、コロッケ2種類ぐらい作ろうかなって思ってます。前は自分のお家でコロッケ作って、揚げ焼き一人だし、揚げ焼きちっちゃい、ほんとこれくらいのちっちゃいスキレットみたいなフライパンでちょっとの油でちっちゃいコロッケを揚げ焼きしたんですけど、今日は群馬のお家にいるので、なんか思い切って揚げれる気がするちゃんとね、揚げる設備が整ってるから。実家で芋フライ作ったりするの？しないしないけど、まあ、スーパーにも売ってるし、芋フライ屋さんとかあるし、うん、食べるよいつも。けどなんか芋フライ県外の人に食べさせる、県外っていうかまあ栃木のあれだから私も県外っちゃ県外だけど、今ほら知らない人に食べさせるとさ「えこれコロッケじゃん」って言われるけど違うんだよね。芋フライっていうのはじゃがいもがマッシュ潰されてなくて、そのまま衣厚めの衣にかけて揚げられててカリカリで、そこにたっぷりソース、謎のソースがかかってて、そのカリカリの衣とそのソースが合わさってジュワジュワになるんですよ。でそこに芋のそのままの芋のホクホクの感じがすごい美味しくて、コロッケじゃない絶対違う。だって芋フライのソースは絶対特別なソースだと思う。そう信じてる。ただのウスターソースじゃないと思う。ちょっと調べていい？いや調べて失望したくないな。芋フライはもう私はソースをかけてるっていうよりつけてるやつの方が芋フライって感じする。いやわかんない。芋フライはあ、芋フライ用のソースが売ってるんだ。へえ。ベルクってスーパー知ってますか？ベルクの芋フライがすごい好き。串揚げか、違う。あー串揚げって言われたらもう串揚げ、いや違う、絶対違う、違うと思わせて。群馬の B 級グルメかな、栃木の B 級グルメかなけど本当にこう買う時は、お店で買う時は芋フライがねこうたくさん積み上がってるんですよ。こういうトレーに12345612345三角形にこう積み上がるぐらいのを買ってこう食べるの。そういうのはだいたいちっちゃいからほんとパクパク食べれちゃう。それが芋フライ屋さんの芋フライ。スーパーとかのは結構大ぶりのじゃがいもが刺さってて売ってる、1本ずつ。ほんと宇都宮餃子とか芋フライとか栃木の食べ物ばっかりなんか愛を語ってる気がする。ね、群馬なのにすごいあくび出る。なんでコロッケありがとうございます。佐野ラーメンも有名でね。あ、佐野ラーメンも私もラーメンといえば佐野ラーメン、佐野ラーメンを食べて育ってきた。ラーメン食べるときはなのでもうなんかラーメンって言ったら佐野ラーメンだから、ああいうタイプじゃないラーメンの方がなんか珍しいって思っちゃう。例えば豚骨とかまっすぐの麺とか。ラーメン佐野ラーメンのカップ麺とか売ってるけど、んま食べないかな。田村屋によく行き、田村屋ってなんだっけ。うわ、にんにくげんこつじゃん。花月ってにんにくげんこつラーメンでしょ。ラーメン花月よく家族で行った。昔にんにくこういっぱいさ絞ってさ、にんにくげんこつ。げんこつってなんだ。かわいい。げんこつ、げんこつコロッケって名前にしようかな。明日から12月、早いな。明日は帰らないおじさんが放送されます。カンパケ見た、全部見た、面白かった。やっぱ好きな回です。9話、明日楽しみにしててください。だからもう来週で終わっちゃうんだ。帰らないおじさん、来週で最終回になっちゃうんだな。 AKB の周年の日ですね。やだ、寂しい。ほんとやだ、終わっちゃうの寂しい。やだな。シーズン2とか続いたし、はい、それツイートお願いします。ハッシュタグ帰らないおじさんでシーズン2とか続いてほしい。そのまま、その気持ちをそのままツイートお願いします。毎週木曜の楽しみが、はい、そのままツイートお願いしますね。マリアに言われたとか書かないでいいですからね。そのね、皆さんの声が大事ですからね。皆さんの素直な感想っていうのを発信することが大事ですから。私に言われたって書いたら一気に意味がなくなりますからね。関係者が皆さん見てますので、ハッシュタグで感想とかを。それが大事ですから。目指せ孤独のグルメでツイート。そこと比べるなんか理由はよくわかんないですけれどもまあでもそれくらいシーズン続いたら嬉しいよねっていうことなのかな。当に皆さん見てる、本当に BST ベースのスタッフさんみんな見てるだろうし、監督も見てるし、本当にドラマ作った人みんな見てるから、妻から見た帰るなみじゃない面白い、そっち目線のね、面白い。あ、お家にいる時のおじさんを描くのも面白いですね。確かに全く出てないもんね。スピンオフ明日の9話は本当に楽しみにしててください。でも毎回なんかじんわりくるよね。なんかなんだろう、ふとしたセリフが刺さったりとか、その最後の文章が自分とリンクした時グッときたりとか。うん、あの平和なおじさん3人の楽しい時間を覗いてるからこそ余計にそういうのがしみるのかな。星さんの負けず嫌いが好き。わかる。星さんの性格面白いよね。なんか少年って感じ。その3人が戦いになると一気になんかなんだろうな、戦いになると一気に3人が子供になる感じ、ちょっとズルしたりとか、そういうのも可愛いですよね。ポンズが鳴いてる。あと渡辺さんはいつも説明してる、ゲームマスターみたいなのいつもしてる。常田さんはいつもなんか喜怒哀楽が激しくて可愛い。5話かな、ダンスの回で結婚式帰りの披露宴帰りの3人が結婚式の披露宴のスピーチみたいなのを再現するシーン、わかりますか？なんか急に河原歩いてて立ち止まって「うんうん」ってなって「なんとかさんなんとかさんこの度はなんとかなんとかで」って言って歌い出すところ、急に一人一人がそのなんかセリフみたいな歌みたいにするところ、あれ台本だと音符が書いてあってセリフが書いてあってと一度歌い出しミュージカル風のダンスが始まるみたいに書いてあるんですよ。でハッピーのあの MV につながるだけど、この歌って自分たちで考えるのみたいになってて、それも朝6時ぐらい支度中におじさまたちが台本読んでこれ自分たちで考えろってことみたいになって、そうですってなった時にってなるのかなと思って見てたら、いろんな曲を作り出して、そのセリフしか書いてないから、そこに自分でいろんなメロディーを作って、それをなんかいろんな感じで歌い出して、こんなのはどうみたいなの朝6時ぐらいですよやって、もう面白すぎて本当に笑っちゃって、大きな愛に包まれて今私たちは新しい扉を開けるんだみたいな、星さんの歌みたいなのから始まるんだけど、そのなんか途中歌で最後セリフっぽく言うみたいな、なんか小学校の卒業式みたいとか言いながらやってて、もう本当に面白すぎて、で私はその撮影の時いなかったから、朝やってたのが本当に本番をどうしてるのかなと思ったらそのままやってて、本当に面白い、本当にすごい、どんなセリフもどんなシチュエーションも皆さん本当に可愛く面白くシーンを作るから、本当にすごいなって思った。っていう急な裏話。最高。もう1時間ぐらいやってる？そんなにやってない？もう少しでしか。お、じゃあそろそろ終わろう。夕方コロッケ配信します。時間はまた伝えますね。なんか変な天気。じゃあランキング読みます。20位みつ、ありがとうございます。19位、今日の僕は嘘。すごいなんか映画の名前みたい。ありがとうございます。18位、あきひん、ありがとうございます。17位、吉田修一、ありがとうございます。16位、つかさ中島みくとくこ、ありがとうございます。15位、やっち、明日の替え落ち楽しみず、ありがとうございます。楽しみず。14位、ジェリー、ありがとうございます。13位、ホアン、ありがとうございます。12位、YSA73、ありがとうございます。11位、おやちゃん、ありがとうございます。10位、8、ありがとうございます。あ、ランキング変わった。ここまでは変わってないかな。10位、痛い。10位、ひろのり群馬ニア、ありがとうございます。9位、けんけん、これから英語園行ってきます、いってらっしゃい、さやりん生誕、出たかった、さやりん楽しんで。8位、おやちゃん、あ、おやちゃんランクアップ、ありがとうございます。7位、チャー群馬ニア、ありがとうございます。6位、ジップ、ありがとうございます。5位、カズミン群馬ニア、ありがとうございます。4位、ラムチャ大西軍、お、大西軍、ありがとうございます。3位、両幕張の群馬ニア、ありがとうございます。2位、とち太郎、ありがとうございます。とち太郎。そして1位はただちゃん、ありがとうございます。ただちゃん。がとう。皆さんコロッケありがとうございました。ぜひコロッケ部の応援よろしくお願いします。じゃあ夕方コロッケ作るのでぜひそれも見に来てください。芋を温めて肉玉ねぎ焼いて芋と合わせてこうやってやって衣つけて揚げてでそこにあれを入れてってやります。楽しみ。じゃあまた夕方会いましょう。ありがとうございます。急に始めたのにありがとね。バイバーイ。